日本の保育士は給料が低いのでしょうか。ひろきさん、保育士にどのようなイメージがありますか。低いというか、勤務時間長すぎ問題なんですよね。朝、9時ぐらいには、もう8時半ぐらいから子供を受け入れるわけじゃないですか。会社に行く人って9時に会社に行かなきゃいけないので、そうすると8時とか8時半ぐらいに子供を受け入れるので、そうするとその準備のために7時台とかにまず保育園に行かなきゃいけないわけですよ。で、7時台にその保育園に行って、で、子供を迎えに来る人とかが仕事終わってからなので、その夕方の5時以降とかに来るわけですよ。そうすると、朝8時に来て子供たちいなくなるときにはもうすでに夕方6時とかで、なので18時だとすると10時間ぐらい勤務してるのは当たり前になっちゃうんですよね。で、それおかしいよねっていうところで、気づかなくて、まあでもそういうもんだからしょうがないよねっていうのでみんな納得しちゃうんですよね。で、その後、じゃあ、親とのその話し合いとかになると、今度保育園が終わった後やったりするんですよね。例えば、保護者会みたいなのやりますってなると、じゃあ18時以降にやらなきゃいけないし、じゃあ幼稚園とか保育園、もっと早いの？あ、そうなの？僕、日本の保育園通ったことないからわかんないんですけど、幼稚園児だったんで。で、じゃあ、何かじゃあ、イベントとかあるから準備しなきゃいけませんってなると、それ以外の時間やらなきゃいけないんですよね。あと、日本の保育園って確かね、10人を1人で見るとかやるんですよね。まあ、年齢によって違うんですけど、確か3歳、4歳だと、子供10人を1人で見るとかになるんですよ。で、3歳、4歳とか、普通にうんこ漏らすじゃないですか。うんこ漏らしてる子がいて、そのおむつを替えなきゃいけないのに、他の子が喧嘩してたりとか、高いところ登ったりとかで、落ちてわーわー泣いてたりみたいなのがあって、で、こっちのうんこを替えて泣いてる間、あやしてる間に、また別の子がうんこをし始めるみたいな。で、その状態で今度ご飯を10人に食べさせなきゃいけないわけじゃないですか。でも子供って食べたくない時食べないから、そのご飯をわーとか投げちゃったりして、で、それを叱りつつ、掃除をしつつ他の子も食べさせて、で、片付けるっていうのをやらなきゃいけないじゃないですか。3、4歳は20人？あ、20人なの？ほう。っていうのがあって、なので保育園めっちゃ大変なんですよね。ただ、じゃあなんで回るかっていうと、前回も言ったんですけど、美容師と一緒で、保育士をやりたがる人って結構いるんですよ。まあ、美容師もそうなんですけど、で、20代の前半とかで保育士になって、5年、10年頑張りますと。で、大体体力的にもう25を過ぎるとなかなかきついよねっていうので、辞めちゃうんですけど、辞めた後も若い人がどんどん入ってくるので、体力でカバーできるっていうので、5年ぐらいやって燃え尽きていなくなる。で、また新しい人が入って、5年ぐらい働いて燃え尽きるっていうのを繰り返していて、成立しちゃってるんですよ。なんで破綻しないかっていうと、保育士の人たちっていいことをしてるっていうのと、あと子供の世話自体が好きっていう人は、割と子供の世話が楽しいからやれるんですけど、ただもう体力持たないし、給料も安いのできついよねって言って、まあ逃げていくっていう感じで、ずっと人が入れ替わり立ち替わりしてるっていうブラック企業状態なんですよね。まあ、保育園の園長さんとかになれば別ですけど、その園長さんとか管理職になってない人で、30代、40代で現場にいる人っていうのはあんまいないんですよね。まあ、看護師も一緒ですよね。なので、保育士って若い人が多いんですよ。っていうのが、まあ、いいか悪いかで言うと、まあ、本人たちが満足して、それで働いてるんだからいいじゃねえかみたいな言い方もあるんですけど、どうかと思うんですよね。実際じゃあ、待機児童問題みたいなのがあって、で、じゃあ保育園に入れなきゃいけない人が本当に保育園に入れられるのかっていうと、結構入れられなかったりするんですよ。すげえ忙しいです。でも自宅で仕事するタイプの人ですっていう場合だと、どんだけ忙しくても、まず保育園受かんないんですよね。家にいるんだったら別に保育園入れなくてもいいじゃないかみたいになって、で、例えばじゃあすげえ優秀な新海誠さんみたいな、1年間働いたら何十億円っていう利益を出す作品を作る人がいるとするじゃないですか。で、その新海誠さんが家でアニメ描いてますって言うと、あ、家にいるんだったら保育園預けられませんよ、みたいなことになっちゃうんですよ。で、そうすると新海誠さんが家で子供の世話をしてるから、映画作るのがだいぶ遅くなるじゃないですか。それって日本経済にとってめちゃめちゃ損失なんですけど、ただ家にいるというだけで、なぜか保育園に預かってもらえないっていう謎ルールがあったりするんですよね。なんでどうかと思います。はい。男性保育士2年目で、先輩の圧も、圧もんぺで鬱になりました。給料も安いです。保育について思うことありますか？またいい転職ありますか？保育園という場所が割と女性優位な職場であることが多くて、女性優位の職場って基本的にはお局様的な人が暗黙の権限とルールを決めてることが多いんですよね。要はマニュアル化されて均一なものではなくて、その
トップにいる女性の方というのがこういうふうにやるべきだよねっていうルールを強いてる場合が多くて、その組織ごとに全然違ったりするんですよ。おつぼねさんの性格によったりもするので、なので最初に入った保育所が相性悪かったとしても他のとこ行くと全然相性がいいとこがあるかもしれないので、属人的なことが多いんですよね、その女性の多い職場って。あの男性って良くも悪くもあの思い入れ少ないんですよ、職場に。なので、まあ、これだけやっといて別にあのこれ以上はやんなくていいっしょっていうので仕事の範囲内としてまあやるけど、あとはほっとくっていうのがいるんですけど、女性の場合ってすげえ思い入れ重視の人が集まることが多いんですよ。なのでこの仕事としてここまでやらなくてもいいよねとか、もうやるべきだよねっていう人がトップにいると、それはやるべきですよねっていうのが当たり前としてこう空気を作ってしまって、それやらされるみたいなのがあるので、なのでその女性優位な組織ほどそういうこの、 あの個体差が多いので、なので相性のいいとこ探した方がいいんじゃないかなと思います。保育園で働いています。日々職員の口元がマスクで隠れていることで子どもたちの言語発達が遅れているように思います。口元が隠れていても子どもたちが言葉を覚えやすくなる方法などありますか？ありません。なのでこっそりマスク外してやるしかないと思うんですよね。もしくはフェイスマスクってほぼ意味ないんですけど、結構フェイスマスク意味あると誤解している人が多いので、なのでフェイスマスクにしちゃって、その子供に対しては口元が見えるようにするとかっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。はい。保育園の管理職をしています。保育者が子供になったりする場面があり、関わり方や考え方を改めてほしいと研修なのでより良い保育について伝えていますが、保育者も心に余裕がないことがあり、なかなか難しいです。どうしたら子供への関わり方を変えられるでしょうか？余裕がない職場がまずいと思うので、勤務時間を短くするとか給料を上げるとかすればいいんじゃないでしょうか。心の問題でなんとかなる状況ではない気がするんですよ。一般論で言いますけど、保育の仕事ってめっちゃ大変なので、なんか3歳5歳だとなんか一人で子供10人見ろみたいなことになってたりするので、それはそもそも余裕なんかできるわけねえよねって話なので、なので人を増やすなりっていうのをやった方がいいと思うんですけど、でも構造上そんな金ないよねっていうことになると思うので、なのでそこでこうそれをなんかでも心の余裕を持ってやれって要求するのはちょっとなかなか現場にとっては厳しいんじゃないかなと思いますけどね。手取り20万1年目保育士です。実家住みで通信ガス電気水道で5万近く払ってるんですが、家族から金払っても家事を教育してやろうよと言われます。大学生の兄弟2人いて実家に金入れてません。兄弟2人はほぼ言えるし、私自身金払ってるか家事やらなくても良いと思ってるんですが、私が間違ってるんでしょうか？はい、間違ってます。実家出てください。結局その実家のルールを決める人たちって実家の多数派で決められるんですよ。今お金を入れてるというのを忘れていて、なんか知んないけど家事やってる、みんなが家事やってるんだからお前もやれよっていうのを多数決で言ったらお前もやれよが正解なんですよ。要は世の中って多数決で決まるので、で、そもそも論、そのなんかお金も入れてない大学生のお前らの方がいっぱいやれは正しいです。世間的には正しい。ただ、そのコミュニティ、その環境の中で多数決で物事を決まるので、残念ながら、お金を入れて家事もやるよっていうのは多数決で正しいってことになってしまいます。そういうタイプであれば実家から出ちゃった方がいいんじゃないかなと思います。要はその実家から出るっていうカードを持つことで、じゃあ実家から出てったら、その月5万円っていうのも入らなくなるけど、どっちがいいのっていうその交渉ができるようになるんですよね。なので、ひとまずその実家から出るっていう現実味のある話で、こういうとこ探してきて、ここに住もうと思うから、それで出てくから、じゃあ、もう5万円も払えないよねって言ったら、じゃあこのままいてもいいから5万円にしてっていう話になると思うので、その交渉材料として、一人暮らしっていうのを作ってみるといいんじゃないかなと思います。日本では保育士が3密の中低賃金で働いています。保証もないです。今後保育士の賃金上がると思いますか？またどのような保育士が行動したら上がると思いますか？上がりません。保育士の賃金は別に需要と供給で決まってるわけじゃなくて、国の要は予算の中で配分するようになってるので、国の予算が決まってる以上上がりません。なのでこの保育園だったら生徒は何人までしか入れられませんっていうのがあって、例えばその1人当たりじゃあ3万円払うんだったら、30人のところ60人にしたら売上上がるから、じゃあ給料倍になるじゃんっていうのは保育園できないんですよ。非認可とかだったらいいんですけど、認可されてる保育園とかの場合はこの面積だと何人までしか入れてはいけませんっていうルールがあって、そこで補助金をもらう形になるので、金額の上限って決まっちゃってるんですよ。まあ介護もそうですね。なので介護と保育士っていうのは正当にやった場合は基本儲かりませんと。一つあるパターンが、その外国の人とか、まあインタースクールみたいなのって聞いたことある人もいると思うんですけど、外人の金持ちとかが預けるような、そのもう認可でも何でもないんだけどすげえ高い保育園とかある
るんですよ。外国人が教えてなんか英語で教えますみたいな。で別にもう国の認可とかも必要ないですけど、その回毎月10万っすよみたいな。そういうところだったら結構高い金額を取って、そこで働く人も給料高いっていうのは可能なんですけど、ただまあそっちで行くんだったら英語喋れるとかぐらいはできないと厳しいんじゃないかなと思います。疲労にあったりするみたいですよ。はい。現役保育士です。サービス残業、総出勤は当たり前です。内容は子供がいる時間にできない書類仕事、制作物類、打ち合わせと、なぜ問題にならないのですか？問題にしないからです。いろんな仕事で、まあ、ブラック企業っていろんなところにあるんですけど、そこの現場の人が声を出して文句を言い出さないと、問題視されないんですよ。こんなに苦労してるんだから、いつか誰かが助けてくれるはずっていう人って誰も助けてくれないんですよ。自分たちでトラブルを解決するっていうので、まあ、例えばそのどれぐらい勤務してるかってタイムカードとかつけてると勤務時間出るじゃないですか。で、これよろしくないですよねって労働基準監督署に持ってって、労働基準監督署の監査を入れてもらうとか、割とそのやりようはあるので、で、法律わからないのであれば一回その弁護士さん、法テラスみたいなところで相談してみるといいんじゃないでしょうか。23歳の編入大学中退総うつ持ちの元保育士、現うんこ製造機です。毒親の下で今実家暮らしをしてますが、子供の声がトラウマになり保育士では働けなくなってしまいました。このままではろくな資格もないので、総うつのリハビリしがてらパートにして何かお金になる仕事を取りたいと思っています。ゆくさんはどんな資格を取りますか？ちなみに消防手当金は障害、出業保険は半年以内は無理で、生活保護もなしでお願いします。また文系でパソコンもあんまりできません。まず総うつの状態になっているので子供の声がトラウマになってるだけなので、躁鬱病を治してください。で、躁鬱病を治すと普通に保育士の資格を使って保育士で働けるので、まずやるべきことは資格ではなく躁鬱を治すことです。躁鬱を抱えながら何かの資格を持って働けるっていうのであれば、優秀な人であればその躁鬱病を抱えながらも普通に給料もらって働けると思うんですけど、残念ながらあなたそんなに有能な方ではないと思うんですよね。大学中退もしてるので。なので、有能ではない人が、躁鬱を抱えながら、一般の躁鬱を持ってない人と同等に働けるっていうのはおこがましいので、さっさと病気治してください。